やばい、やばい、やばい、あれ、あお腹減ってない？空いてる。いただきます。いただきます。俺らがめちゃめちゃ好きな居酒屋のテイクアウト、近所の。美味しそう。近所のとこです。やばい。これ何？キッシュ。これがうまいよ。緑、卵焼き、明太子卵焼き、こっちはポテトサラダの上にドライカレー乗ってるらしい。うっうっ。いただきます。いただきます。やばい、腹減りすぎて。これなんだっけ。ポテトサラダ、キーマカレーとポテトサラダ。うわ、え、ポテサラした。えぐ、すごいね。うん、うんうんうん、うまい。最近食べたものの中で一番うまい。うん、うまっ。めっちゃうまい、このポテトサラダ。天才なんだよ、ここ。これが地鶏。うん、うま、ん、食べたことある地鶏。え、なんていうこと。地鶏、地鶏自体はあんじゃないかな。うんうん、1位。全部1位やん。揚げぎんなん、すごい勧めてくるんじゃない最近。え、マジで美味しいから。マジうまいから揚げぎんなん。いや、ここの揚げぎんなんやばい。マジでフライドポテト食べてるみたい。いや、フライドポテトいいんじゃない。なんちゃうやん。うん、フライドは多分好き。ほんとだ。うん、いける。美味しい。違う、この間、古川と行った居酒屋でも食べたの揚げぎんなん。でも私なんかちょっとイマイチだったの、そこの、うん、ここめっちゃ美味しい。美味しいな。もっと塩かけてもいいよね、けどね。そう、なんかね、ちょっと苦味があったのよ、居酒屋、うん、ま、前行った居酒屋で食べたやつは。これめっちゃ美味しい。ぎんなん食べ過ぎると死んじゃうけどね。なんで？致死量があるらしい。え、何粒まで？400個ぐらいじゃない。子供の何粒で死んだ。本当に？うん、え、本当に？え、じゃあちょっとやめとこ。いや、子供ちゃうやん。すごい。なんかこの人さ、物あげるの上手じゃない？うん、あげるの。あげ物うまい。あげ物上手。私さ、今タクシーで来たじゃん、うん、最近さ、なんかさ、ちょっとの距離でもさ、うん、車酔いしちゃうのね。いや、わかるわかる。だから、今日もしちゃって。今だからタクシー降りたばっかだから、まだちょっとなんかグラグラしてる。じゃ食えないじゃん、全然。でも食べれちゃう。不思議の力。怖っ。車酔いしたことない。私だってなかったんだね、大人になって、うん、ここ2年ぐらい最近特に。うわ、全部持ってった。うわ、この男。いや、そのレンコンいただいていいですか。やばい、涙。なんかあ、これね、ネギ。ネギ、あら、おいしい、大好きよ。ネギ好きって私ずっと言ってるよ、あんちゃん。それしか言ってない。うまっ。どんな会話してんの。出るか？この肉、うまい。これ肉、この肉、肉がうまい。この上の肉よね。そぼろはトリュフの味。ああ、だからだ。美味しいな。だからだ。美味しい。肉いっぱい乗ってるとこ取ったこいつ。さっきからこの女。やばいよ。やばいよ。うん。やばいよ。それ耐えたらもう虜になるよ。うまい。こんなにさ、なんかさ、焼いてんのにさ、中のさ、マヨネーズが残ってんだね。なんかおばあちゃんのレシピって言ってたね。お母さんが、おばあちゃんって。どっちでもいいわ。大事だよね。お母さんじゃない。おばあちゃんって言ってたって。ここに暮らして離れたくないのが、ここの店やな、うん。なるほどね、うん。なんかさ、引っ越しってさ、うん、当日ぐらいまでさ、別に実感ないけどさ、うん、当日にさ、うん、この部屋がさ、空っぽになってさ、うん、何もなくなった時にさ、なんかってなるよね。うん、なんかすごい切ない気持ちになる。なんかすごい私、謙虚な気持ちで部屋にいつもありがとうございましたあ、うん、なんか言って、いつも出てくる。いや、大事だね。退去する。大事だね。なんか嫌なこともいいこともさ、うん、この部屋は知ってるじゃない。知ってるね。私を見守ってくれた。恥ずかしいとこを見られてるね。そう、多分そうですねなんで、そのありがとうございましたの一言で、そのマンションの運全部かっさらって出ていくからなんか、私が住んでて、出てったマンション必ず事故物件になっちゃう。こう、バスミでしょ。なんでなんだろう。でもその自分が住んでた部屋ではないのよ。隣とか、あと、近く下とか。これかわいい。おいしょ。確かに手つきそう。これかわいいの。ちょうだい。え、だってこれ蝶々ついてるよ。そうだよ。ブッ私じゃん。あ、これくれって言ってね。いや、やだよ、あげないよ。え、呪うよ。ほんまに呪うから。うっくもー。え、
これ何普通に売ってるの？売ってる売ってる。え、おいくら？6000円じゃない？あ、そんなもん？何それ、あれ天然石みたいな？いや、全然違うよ、普通のビーズで。やってみたら、ほら、あ、いいじゃん、ほら、あ、ぽいね、ぽい。いやいや、もらっとるやんもらっとるやん、ね、いいよいいよ、色かわいいじゃん。で、あれは何も決めてないの？結局年越し、そうだよ、するその話今日しようと思ってた。年越し、どうしよう、どっか行く？でも、犬 OK じゃないとあかんよ。で、場所だよね、だから軽井沢とか自転車こぎたくない？軽井沢、なんかちょっと私でもそんなキラキラしたことしていいのかな？どういう、いやなんか、いやすっごいしたいし、そういうことに対する憧れって私すごいあったんだけど、うん、どっちかっていうとその明るいタイプじゃないから、うん、そういうことしやりたかったけどしてこなかったし、うん、あんまり行動力のある友達がいなかったからさ、うん、周りに、うん、成し遂げられてこなかったんだけど。ゆうこも行ったことない、軽井沢。いや、軽井沢ないけど、自転車は多分借りれるよ。ここに来てそんな諦めていいんかなって、なんか自分じゃなくなっちゃう大丈夫かな、ラストもらい大丈夫かな、なんだよ、自転車こぐじゃダメなの？じゃじゃ、自転車こぐのはいいんで、いや、軽井沢で自転車こぐ、しかも、うん、1月の頭、あ、おもちゃ、うん、うん、飛んであげよう、パンプ、え、いや、なんだ、前髪ちゃんの短かったっけ、うん、あ、そう、前髪切った、全然気づかなかった、俺、えおい、またお前おしっこすんな、クリスマス釣りに、リコちゃん、おい、ちゃうちゃうね、うん、もう満足してんじゃん、え、珍しい、何が、もう満足じゃん、満足してるよ、なんで、うん、だって満たされてなかったから、ここ最近が食の話してるよ、そうだよ、食も全てなんかだから、なんていうのかな、何にも満たされてなかったから、うん、もう私にとって眩しいのよこれが、何、2日前にご飯行ったっけ、うわーとか言ってどれぐらいだから、ここ、いや、ここ最近の話が昨日とかの話だった、いや、今日やろ、今日、今日か、今日だね、今日、あ、何する、クリスマス、何してたっけな、クリスマス、だから私東京出てきてからなんてそんなに張り切ってクリスマスパーティーなんてやってないからさ、なんかあれする、プレゼント交換、足をや、わかんねえ、ペイに対するお土産、あの、え、ほんまにしようや、しよう、クリスマスプレゼント交換、え、しようしよう、で、そのなんか3人しかいないけどさ、うん、なんか、あ、プレゼント回し、いいね、いいね、いいよ、いいよ、服に留めてもらおう、服に餌置いてて、うん、で、餌なんか始まるやん、え、上限はいくら、もうちょっとこっち、上限いくらにする、うん、5000円、まあ、そんな可愛い方が面白いよね、5000円、5000円で、まあ、だから誰に渡るかわかんない、わかんないから、そうか、当たり障りないものっていうか、マッピングのもの買ってもしゃあないってことか、そう、そうそうそう、で、シャグワ君が使えるもんってこれしかないよ、ちょうどしかもそのぐらいですね、予算、なんか確かにっていう感じやな、いやでも意外と2人趣味合うかもしれない、このきらびやか系やったら、でもだからもうあれだよね、その5000円ぐらいのもの1個買うか、もうこまこまなんかもうビレバンみたいに、なんか雑貨で面白いのを狙うか、うわーちょっと今日考える時間必要だね本気で喜ぶのを選ぶか、でも5000円、いやけどちょっとボケに走ったらちょっとさ滑る可能性あるじゃん、大いにあるじゃん、ね、本当にそっか嬉しいものの方があるじゃん、何しようかな、いいじゃん、難しいね、ペイがどんなプレゼント選ぶのかも気になる、え、でも私自分でも分かってないもん、そんな人にプレゼントなかなかあげないから、一回だけもらったことあるぐらい、ああ、何でしょうかな、え、どうしよう、で、お正月はなんか改めて行きたいかも、日光、華厳の滝っていう、あの、私滝好きなのよね、滝好きなの、滝好きなんか見てんの、撃たれたらプレイチャンネル、なんでよ、でも小学校の修学旅行が日光だったの、で日光東照宮も行って、だからなんかちょっと小学校ぶりになんか見る日光って変わってんのかなっていう、その自分の感覚的に覚えてる、でもあるんじゃない、なんか香りとかで
わかる。修学旅行スポットだもんね、あそこね。うん、まあ、その修学旅行の時ももうゲイだったからね。関係ねえ。でも告白みたいな感じで言われてもね、懐かしいなと思って。彼氏いた？いや彼氏はいない。ってかその小学生のところはまだ半信半疑で、そっか、なんかその認めたくない子が強かったから、うん、そのゲイを自分の、うんうん、どっかあれだったけど、結局なんか、うん、男の子を見てた。ああ。もう普通のグーやねんな。そうよ。何かが原因で目覚めたとかじゃなくても、うん、生まれた時からそうだったってことでしょ。いや、小5までは女の子好きだったのよ。完全におっぱい見たら、うん、ちゃんと硬くなるし、うん、今は？今おっぱい見たら下僕。いやよ、早く来なさいって。